マスオ TV です。はい、なんと今日こちらわかりますか？ある家のある人の家に来ました。噛んじゃったけど、なんか出てきましたよね、これ。はい、この人の家に来ましたよ。ということでね、今日はねパズドラやっていきたいと思います。はい、ということで今日はヒカキンの家に来ました。ヒカキンスタジオ、いきなり来ましたね。ね、かなりノリで、飲んだ後に本当に止まることになり、はい、ね、ちょうどアンケートゴッドフェス、そうです、一発にかける思い、そう、このねゴッドフェス、僕ね今魔法石6個持ってるんで1回だけできるんですよ。マジで1回だけできるんで。でもね、多分ね、今もし金出たらあの上位20位のいいやつの可能性がかなり高いから、それしか出ないでしょ、ゴッドフェスだから。で、今回狙うはホルスです。僕と一緒なんですね。そう、やっぱりホルス欲しいですよね。もう一発、僕祈り役です。よし、じゃあちょっと行きたいと思います。行きましょう。レアガチャやる？いや、僕は見てます。大丈夫、本当に外したら面白い。サングラス、なのでそれかけると出んの。では、行きたいと思います。レアガチャ回す。あホルス、ホルス、いきます。ドン、もうやばい、やばい、やばい、あーあーあーマジか、死ぬ。ダメだった、ダメだった、出なかった、出なかったね。残念ですね。やっぱりね、ゴッドフェスでも出ないもん、出ないんだよね。金の率高いってわけじゃなくて、金がいい、そうだね、だよね。金が出たらいいやつが出るっていうのがゴッドフェスなのかもしれないですね。あとね、僕と違って無課金で貫いてきてます。いやー、でも当たりやな、こういう時。まあね、まあ誘惑しないで、誘惑しないで、まあ、はい、ということで残念ながら金の卵出ませんでした。祈りは通じません。はい、ではこれからも頑張っていきたいと思います。はい、ということで以上、マスオ TV でした。バーイ。バーイ。こんな動画よく作ってます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。